新型コロナウイルスです県内では今日新たに1038人の感染確認が発表されました過去3番目に多い人数です新たに感染が確認されたのは盛岡市で256人県豪館内で182人など合わせて1038人です過去最多の1077人となった前の週の同じ曜日を39人下回りましたが 過去3番目の人数で依然高止まりが続いています県内で入院している人は162人で重症の人はいません病床使用率は37.2%自宅療養をしている人は過去最多の7918人となっています